外といいやつ神楽坂じゃねえか。あのね、好みのメイドを指名できるんだけど、なんか希望ある？望むならこの命捨てても構わないダイバー。ここに来てはいけません。今あなたの元にここに来てはいけません。殺されてしまいます。ジュリエット、もし家の者に見つかれば死も同然のこの場所へ。ジュリエット、こんな塀ぐらい軽い恋の翼に乗り越えました。ジュリエット、ロミオ、イエー。ここは誰？私はどこ？ジュリエット、ロミオ、こんなにマイリカも考えてどこ行ったの？この際だから付き合っちゃいましょうか僕たち。いや、この際ってどの際だよ。だって君には今好きな人がいない。そうだろ？そうですけど。だったら僕でいいじゃないか。うん、かもな。最終回だしな。てらいよ、あっぶね。俺のせいでイケメンパラダイスがイケないパラダイスになるとこだったぜ。あー、僕尽くすタイプなのにな。うるせえ。お前さ、その、ま、あれだよ、瑞希に気持ち伝えなくていいのか。好きなんだろ。瑞希も待ってんじゃねえの。あいつさ、正体バレても私じゃなくて俺なんだよ。それってきっとここでは男でありたいってことなんじゃねえかなと思ってさ。まあ俺は男だと思っても好きだったけど、まあ失恋した相手の恋を応援するほど俺もお人よしじゃないし、別にいいんだけどさ。ヒバリ4を率いるお方がたこ焼きなんか食べていいんですか？あなたに言われる筋合いはないわ。いいえ、あります。あなたのことが主義だから。メリークリスマス。メリークリスマス。私を誰だと思ってるの？でもそんなに言うなら付き合ってあげてもいいわよ。行こうよ、マサオ。はい、ヒバリ様。ヒバリ2人ともどこ行ってたんだよ。早く行くぞ。え？ファッションショーだよ、女装の。大阪学園花盛りの君たちへ、選抜ファッションショー開幕です。太陽さんさん盛り上がる今年は
で俺まで。やっぱりブスだよね。ブスって。うん、ほんとブサイク。なんか俺どんどん2枚目路線から外れてる気がする。2枚か。予想コンテスト1位に輝いたのは、佐野泉くん。みんなの瑞希が負けた。嘘。佐野、なぜ俺ではない。そろそろ高野菜行くか。なあなあなあ、高野菜って学園祭の打ち上げだよ。キャンプファイヤーしたりライブしたりで結構盛り上がるんだろ。よし、盛り上がっていくぞ。こら、俺たちも行くか。悪い、俺部屋に忘れ物しちゃったから先行ってて。分かった。Thank you.
裕次郎。俺は男としてこの学園を出ていきたいんだ。分かってくれるよな。考えなんてお見通しなんだよ。お前は本当つれねえやつだな。みんな。どうして何も言ってくんなかったんだよ。悪い、言うとさ別れが辛くなるから。ふざけんなよ。中津、元気でな。芦屋、みんな、お前がいてくれたおかげで俺最高に楽しかったよ。アメリカ行っても俺らのこと忘れんなよ。あ、俺芦屋がいなくなると寂しいよ。俺たちがテレビで漫才やるときは絶対呼ぶからさ。そん時は絶対見に来いよ。わかった。これは私のだ。嘘発見器にかけたりしてごめんな。お前のガッツならどこ行っても負けねえよ。どっかで会ったら声かけてくれよな。お前のこと応援してるからね。みんなありがとう。一両のみんな、アシャ、マラソン大会の時はガッテムしてごめんな。次来る時は一両に来い。イケメンコンテストの時に買った美顔器お前にあげるめーん。コーチだったらいつでも教えてやるからな。柔道だったらいつでも教えてやるからな。おめえよ、いろいろ面白すぎなんだよこの野郎ジャンボ。うんこって連呼してごめんな。これで愛してもまあ勝手。